13日の金曜日といえば、実は第1回、第2回と、今までヒデオ対ジェイソンが戦ってきたんですけども、11月13日、今宵、二人のバトルが始まります。何で対決するかというと、ロボットボム、ハイパープレッサー、そしてオーバーフロッシャーの弾を避けてもらいます。最後まで生き残った方が勝ちです。ジェイソンさん、準備はできていますか？おい、いいね、いいね、やる気満々や。ヒデオさん、準備の方はよろしいでしょうか？ガが強い。これガが強いぞ。仲悪い。仲悪い。今チームだからな。弾は当たらないけど、仲悪い。ははは、ちゃははは、仲悪。ヒデオのジャンプ面白いぞ。それでは第1回のバトル、ロボットボムを避けるバトルをしていきたいと思います。ジェイソンとヒデオ、どっちが勝つのか。来ました来ました、ロボットボムが逃げてる逃げてる逃げてる。どっちが先に死ぬ。どっちが生きてる。あ、ヒデオがやられた。ヒデオがやられてしまったジェイソン生きている。ジェイソン素晴らしい。よく生きていた。この勝負はジェイソンに軍配が上がりました。ヒデオこっちだよ。ヒデオここにいるのや。それでは次はですね、ハイパープレッサーを避ける対決でいきたいと思います。ジェイソンここ隠れてるのか。この一応枠を書いといたんですけど、ここで逃げてもらう。この枠の中で。来た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 、ハイパー来た。さあ、どっちが生きてられるのか。どっちが、あー、ジェイソンやられた。ジェイソンやられた。ヒデオだ。今回勝ったらヒデオだ。はい、今回はバブルを避ける対決をしていきたいと思います。ヒデオとジェイソン、どっちがいっぱい避けれるのか。ちょっとこっち見てる。あ、来たよ来たよ。危ない。うわあ、俺死んだ。いや、俺死んだ。よし、ヒデオとジェイソンを見ていきましょう。さあ、どっちが避けれるのか。ヒデオとジェイソン。お、うまい。なんか、太くなってる。スポンジが太くなってる。あ、ジェイソンやられた。ジェイソンやられてしまった。ジェイソンやられたため、ヒデオの勝ち。エキシビジョンマッチ。来た。またジェイソンが割れてる。ジェイソン危ない。ジェイソン危ない。あ、でもうまいこと避けてる。おお、避けた。人に避けた。え？ヒデオくん待って。ヒデオくん、なんか俺のとこ来てる。なんか俺、あ、死んでるやんけ。死んでるやん。ヒデオくん死んじゃった。なんかすごい見て。すごいこれ。すごい。あそこすごいことになってる。あ、雨宿りできるぞ、ここ。あ、ジェイソン！ジェイソン！